大陸打通作戦、大陸打通作戦、大陸打通作戦英語オペレーション1号は、日中戦争中の1944年、昭和19年4月17日から12月10日に、かけて日本陸軍により、中国大陸で行われた作戦。正式名称、日本側作戦名は1号作戦。その結果発生した戦闘についての中国側故障は、予想かつら海戦。 前半の警官作戦、5豪作戦と後半の小桂ら作戦、都合作戦に大きく分けられる。日本軍の目的は、当時日本海軍の艦船や台湾を攻撃していた爆撃機を阻止するために、中国内陸部の連合国軍の航空基地を占領することと、日本の勢力下にあるフランス領インドシナへの陸路を開くことであった。日本側の投入総兵力50万人、 800台の戦車と7万の牙を動員した作戦距離 2400km に及ぶ大規模な攻勢作戦で日本陸軍が県軍依頼を行った中で史上最大規模の作戦であった計画通りに日本軍が連合国軍の航空基地の占領に成功し勝利を収めたその後連合国軍が航空基地をさらに内陸部に移動させたことや 作戦中にアメリカ軍によりマリアナ諸島が陥落し本州がボーイング B-29 の作戦範囲内になったことから戦略目的は十分には実現できなかった。本作戦はハットリタクシロー大本営陸軍部作戦課長が企画立案し観光したもので次のような複数の戦略目的があった。当時日本軍は アメリカ軍やイギリス軍、オーストラリア軍などの連合国軍との戦いが、熾烈さを増してきた太平洋方面での防衛体制構築のため、中国戦線から部隊を抽出しつつあり、皇后天洋、品派遣軍、司令官、旗春六大将は、太平洋戦争開始時の兵力90万人以上から62万人へと減少していた。 大陸脱作戦は1943年夏頃から大本営で検討されていたが、このような兵力上の問題からなかなか実施決定に至っていなかった。しかし、台湾の新築空襲など危機感の高まりから、ついに実施が決定したのである。シナ派遣軍の指揮下にある25個師団と11個旅団のうち、不評師団17個と戦車師団1個。 旅団6個が投入されることになり、太平洋戦争開始以来最大の作戦となった。防御用上の観点から、参加部隊の通称号は、一部で正式なものとは、異なる臨時の兵団文字符を使用した。ただ、大陸打通作戦の実施については、なお異論もあった。第十一軍の参謀の間では、連合国軍の航空基地制圧及び、 中国国民党軍の経戦意思破砕という目的のためには、首都である重慶、成都方面への進行の方が有利であるとの意見があった。また、食料、物資補給の観点から、作戦実施に慎重な意見もあった。東条秀樹参謀総長は本作戦を認可しながらも、敵航空基地破壊を徹底し、いらざる欲を出すなと、 作戦目的を連合国軍の航空基地破壊に限定するよう指示したが、ハットリはあくまで陸上交通路を結ぶことに関わり、作戦計画を変えなかった。一方中国側の兵力は、1944年1月時点で、全土に約300万人存在すると考えられた。まず、事前の準備として京韓鉄道の高画鉄橋の、 修復が1943年末から開始され、関東軍の備蓄資材などを利用して1944年3月末までに開通した。4月14日、第12軍司令官内山英太郎中将の部隊が列車で黄河の通過を開始した。内山中将の指揮下には、第62師団と第37師団、第110師団、独立混成第7旅団の 各不評部隊のほか、戦車第3師団とが入った。4月20日、日本軍は、覇王城を守る中国第85軍に対して攻撃を開始した。中国軍はすぐに後退に移ったのに対して、日本軍は追撃を開始し、河南省密県での撃滅を目指した。第37師団の不評、第225連隊により密県は攻略され、守備していた中国軍。 第23師団は壊滅させられた。ついで、日本第12軍は巨匠師の攻略と救援に来るであろう、中国軍の包囲殲滅を狙った。日本軍の巨匠進撃を知った、小介石は4月26日に巨匠の師死を命じ、援軍を派遣させた。日本軍は第62師団を迎撃部隊として控えさせた上、4月30日に 第37師団をもって巨匠工場戦を開始した。第37師団は場外のクリークとかに苦労したものの、三方の集中と航空支援により翌日には巨匠を占領してしまった。守備隊長であった新編第29師団長の旅君義、中将は戦死した。援軍としてやってきた中国側の第12軍司令官イオン白将軍と 第29軍も迎撃を受け、うち、第12軍は5月7日までに壊滅した。さらに、中国軍の物資集積基地のあったロシケンも、5月20日までに、日本の、第37師団不評、第226連隊によって占領された。所在の飛行場と倉庫は、日本軍の制圧下となった。イオン白将軍によれば、警官作戦中で最大の打撃であったという。 カナンの中国軍は領職を住民からの挑発による現地調達に頼っていたため現地住民の支持を得ることができなかった。これが中国軍の敗北の大きな一因になったと言われる。1942年には大干ばつがあったばかりだった。小カナエ文によるとほとんど一気のような状態だったという。順調な作戦推移を見た日本の北島方面軍司令部。 司令官岡村康次大将は第十二軍に落葉の攻略を命じた。第十二軍の内山中将は中国側の野戦部隊追撃を重視したため5月19日に第63師団と独立不評第9旅団のみでの攻略を命じたが容易には攻略できなかった。その後戦車師団などを含む第十二軍主力による攻撃に切り替えられ、 5月23日から5月25日の戦闘で落葉を占領した。落葉の戦闘で中国軍は第36集団軍司令官の李の家、中将が戦死した。これをもって前半の警官作戦は完了した。警官鉄道は開通し、日本軍の記録によれば中国軍の損害は行き死体32,390体。 捕虜7800人に及んだ。北島方面軍司令官の岡村大将は、堕落していた占領軍の規律を回復させ、役くな、殺すな、犯すなの三悪追法令を発した。この結果、例えば第百0師団の占領地域では、夜間でも民間人が安心して外出可能で、あるほどまでに治安が向上し、終戦後の福音の際にも、中国側担当者の古騒南将軍により、 第110師団は優遇された。小桂作戦は、観光中流の第11軍、司令官、横山勇中将を中心に実施された。その兵力は固有の8個不評師団と1個旅団のほか、軽艦作戦から転戦した第37師団など3個師団が、加わって36万人を超え、第11軍の最初の任務は、 連合国軍の航空基地が設置されているとみられる調査士の占領であった。調査は1941年にも攻略を目指しながら二度にわたって完全占領に失敗して撤退しており、中国側は数少ない勝利の地として調査部を地位を懸念し、日本側の関係者は調査は恐怖の一言に尽きると恐れていた。第11軍司令部としては調査の占領よりも 中国側の野戦軍の撃滅を重視しており、都市攻略には3個師団のみを当て、主力5個師団は別に前進しての決戦を計画していた。5月27日の海軍記念日に日本軍は進撃を開始した。対する中国側は第9戦区軍司令官、摂武将軍の29個師団を主力に約40万人を有した。内調査の防衛には、 第4軍の三個師団を配置した。6月16日、日本の第34師団、第58師団、第116師団は調査の攻撃に着手した。中国側の守備隊主力は郊外の丘陵によって汚染したが、6月18日に日本軍が水路で運び込んだ15センチメートル、榴弾砲に門河砲を開始すると、野員に紛れて撤退した。しかし、 横山軍司令官は略奪などの発生を警戒して、部下将兵に調査市外への入場は禁じた。同日夜、アメリカ軍機の激しい空襲により、調査市外は全焼した。この間、日本側の第11軍主力は、中国軍主力の補足を試みたが、中国側は決戦を回避したために、大きな成果を得なかった。ついで、 日本軍は同じく飛行場所在地である交尾の攻略に向かった。ここでも第十一軍司令部は野戦軍の補足を重視し、第68師団と第116師団のみで交尾占領を目指した。他方4個師団を中国軍との決戦兵力とし、2個師団は補給路の自動車道路構築に当てた。6月26日から日本軍は紅葉攻撃を開始し、 野衆により、速やかに飛行場の占領には成功した。しかし、紅洋上市の占領は、簡単にはできなかった。中国側の、第十軍、司令官、片尖閣、将軍は四個師団の兵力で、養魚場やレンコン畑、丘陵などの地形を生かした、防御陣地を構築していた。日本側の第一次総攻撃は七月二日までに、頓挫し、第六十八師団司令部が、 迫撃砲の直撃を受けて、師団長、参謀長が負傷するなどの被害を受けた。日本側は、下砲、食料、弾薬が不足しており、参謀などの到着を待って7月11日に、第二次総攻撃を開始したが、これも、将校の首相が相次ぐなどして、失敗に終わった。事態を重く見た品派県軍総司令部は、総参謀長、 松井拓郎中将を現地に派遣して、第十一軍に工場戦への戦力集中を求めた。横山第十一軍司令官は、この指示に従い、第五十八師団、第四十師団、第十三師団、一部と重砲部隊を交尾に向けた。これにより、日本側の砲兵は十センチメートルかの砲など、重砲五門、野砲、三砲五十門となり、開通した自動車道により、 弾薬も集積できた。第三次総攻撃は8月4日から開始され、激しい戦闘の末に8月8日についに中国第十軍は降伏した。中国側の援軍は積極的な行動を行わず、交尾には到着しなかった。40日間の戦闘で日本軍の損害は死傷19,380人に上り、これには島元吉少々。 第68師団の不評第57旅団長など390人の死の戦士、同じく520人の負傷が含まれていた。中国側の死傷者も7000人以上になり、これは第10軍の3分の2に及んだ。片尖閣将軍は部下の将兵と市民を引き連れて投降したがこれは中国軍としては初めてのことだった。その後方尖閣将軍は、 捕虜収容所を脱走し、重慶に帰還し、小解析から勲章を受けた。この頃、中華民国軍の協力を受けて、ケイリン、琉州に進出したアメリカ軍航空隊の航空機により、非72戦団などの日本軍輸送戦団に被害が出るようになっていた。日本軍の当初計画では、交尾攻略後には速やかに、ケイリンや琉州へと南進する予定であった。しかし、 交尾での苦戦を見た、日本の大本営は、以後の作戦の前に、第11軍の再編と休養を行う方針とし、補充兵10万人を送ることにした。8月下旬には、現地の統括司令部として、第6方面軍、司令官、岡村康次大将を新設し、第11軍などを指揮下に入れて安定した、作戦遂行を図った。第11軍は、自動車道の開通で、 補給体制がようやく整ってきていたので、大本営の方針を無視して、進撃を続けたが、アメリカ軍によりサイパン島が陥落し、作戦目的は失われたと判断した。大本営とフィッピンでの戦いに備えて、ケーリン、劉州の米軍飛行場を攻略したいと言い出した。作戦立案者のハットリ作戦課長らが停止か、継続かで対立。結局、ハットリの意見が通り10月に、 公安権へ到達したところで発令された止め命令が解除された。第六方面軍は11月3日の明治節を期して進撃を再開することにし、桂ら州と竜州を順に攻略するという計画を立てた。ところが、進撃開始後、第11軍は独断で桂ら州と竜州に同時進行し、方面軍の指導を無視して11月10日までに容易に双方を占領した。 日本軍は、琉州付近での中国軍との決戦を想定していたが、白、高敷将軍率いる中国軍主力は、戦闘を回避して後退したのであった。日本軍は、無事に、ケイリン、琉州の連合軍基地を占領したかに見えたが、このような事態になることを恐れたアメリカ軍は、日本軍の進攻に先立つ10月に、航空基地を爆破した上で撤収していた。 なおこの際に、連合国東南アジア軍副最高司令官のジョセフ・スティルウェルは、フランクリン・ D ・ルーズベルト大統領により罷免され、帰国させられている。後任には、アルバート・ウェデマイヤーが就任した。もっとも、第131師団長の、ただしよう、は、撤退を拒んで、ケイリン市内に立てこもり戦死し、ケイリン防衛司令部参謀長、陳一つ久氏、や、 第31軍参謀長戦も、ダモ退却中に戦死するなど、中国軍も無傷では済まなかった。日本軍は補給船が、伸びきり自動車用の燃料が不足したために、これ以上の追撃は不可能だった。この頃になると、日本軍の食料不足は深刻となり、周辺住民からの強制挑発なしでは、作戦が不可能になっていた。小銃などの武器弾薬も不足し、 補充兵だけが送られてくる状況だった。中国軍も日本軍も補給は現地調達だのみだったので、周辺住民には大変な負担がかかった。第六方面軍の命令で、第23軍の第22師団が南寧を再占領し、12月10日にはフランス領インドシナに到達して、南方軍の派遣した一宮主体と連絡に成功した。ここにおいて大陸だ通は、 一応成功したことになる。これにより、第22師団と第37師団がインド市内進出し、インドシナ中東組へ編入された。さらに一部の部隊は奇襲省に進出し、独産まで到達した。カナンとベトナムの間には自動車道のみで、鉄道路線がなかったが、今から鉄道路線を建設するのは間に合わないとされた。 第23軍は翌1945年1月に観光と関東を結ぶ越韓鉄道の確保と水川などの米軍飛行場の攻略を行った。便移兵を多用した作戦により1月後半から2月前半までに作戦は完了し、地図の上では朝鮮から香港までの鉄道路線が確保された。続けて4月からは湖南小西部で高作戦を 河南省西部及び湖北省北部で廊下校作戦を実施した。この二つの作戦は日本陸軍最後の大規模な攻勢作戦となった。1945年3月にハットリが河南の最前線部隊の連隊長につき中国国民党軍追撃命令を発令したが5月に変更し撤退命令を出した。 ビルマを奪還した連合軍がインドシナ半島にも攻撃するようになっていためと5月28日に大本営からシが派遣軍に対して湖南省、厚生省、厚生省を占領している部隊を撤収させて沿岸部のアメリカ軍の上陸が予想される場所に再配置するように命令していたため出る。 日本軍は逆に中国軍の追撃とアメリカ軍の機銃装者の中、かつて進撃してきた道を引き返し、上海や関東、香港まで撤退した上で、米軍上陸に備えた光合作戦。これにより、日本軍はこれまでの作戦で得た陸上交通路の確保と飛行場の占領という戦果を自ら放棄することになった。武漢周辺には第十一軍と 第20軍から守備部隊を抽出して中国軍の反抗に備え。日本側は第5航空軍令下の250機弱が中国戦線にある航空兵力であった。1943年8月21日から1944年5月6日の期間中、連合軍機44機撃墜に対して空戦損害は10機喪失を報告しており、この頃、 その数を背景に連合国軍が勢力を増してきていた太平洋方面でのそれに比べると前線であった。しかし、これらの陸軍航空隊は戦闘消耗と太平洋方面への転出で1944年7月には150機に減少した。アメリカ陸空軍を主体とする連合国側の航空兵力は逆に増加し、 1944年5月には520機だったのが、7月には750機となった。日本側は、新 A4 式戦闘機を装備した飛行第22戦隊を9月から1ヶ月限定で投入して、一時的に戦況を好転させたものの、全体としては連合国側が制空権を握ってきていたため、日本軍の地上部隊は空襲を避けるために夜間移動しなければならなかった。 日本軍の補給船は、激しい空襲を受けて、前線で弾薬などの不足をきたした。1944年12月には、観光大空襲が実施された。日本軍は勝利したものの大きな損害を受け、戦死が1万1742と、戦病死がそれ以上であった。戦死戦病死者10万という、大きなものであった。この大陸奪作戦の最大の目的は、 中国西南地区に設置されたアメリカ陸軍、航空軍基地軍を占領することであった。当時日本は中国戦線の制空権の一部を連合国軍に奪われており、中国の基地から出発したアメリカ軍のボーイング B-29 爆撃機は九州、山陰、朝鮮を爆撃していた。満足な装備を持たない日本軍がこの作戦に成功した要因は、 アメリカやイギリスから供給された武器や物資があるにも、かかわらず、国民党軍が満足に戦わなかったからである。その結果、カツラ州と琉州では、在下米軍基地を日本軍に明け渡した。7月にルーズベルトは、小解析に書簡を送り、在下米軍、国民党軍、共産軍を統合した最高指揮官に、スティルウェル将軍を任命するよう提案したが、 小解析はこれを拒絶している。スティルウェルはその日記に次のように記述している。なお、1942年の日本軍によるビルマ攻略以降、唯一の延長ルートであったイギリス領インドから中国への空輸による軍事物資輸送は300万人の中国軍を維持するには輸送量に限界があり、運ばれた物資もその多くがビルマ方面で、 炎症ルート確保のために、スティルウェルの指揮のもと戦う中国軍部隊、X 部隊及び Y 部隊とクレアリーシェンノートの指揮する在下アメリカ陸軍交代に優先的に割り当てたため、中国本土で日本軍のシナ派県軍と戦う中国軍にはろくな補給がされず、装備も日本軍以上に貧弱で、敗北は必須だったと、紹介席を擁護する意見も存在する。 そもそも当時の小介石政権は長期化した日中戦争によるインフレにより経済的に内部崩壊を起こしていた。中国国内のインフレは関係の汚職を進行させ軍隊の活動にも支障をきたした。また小介石は非中央系部隊、軍閥や共産党系の部隊への補給を再度行われるであろう。国境内戦にために 彼らが量するであろうと躊躇したため、中国軍は戦力が不揃いなものになった。武器弾薬は愚か食料にことかく中国軍の大軍は、農民からの強制的な挑発で間に合わせた。カナンは1942年に干ばつと飢饉があったばかりであり、日本軍の大攻勢で散り散りになると各地で、同じ中国人の農民から袋叩きにされた。飢饉と重税により、 日本軍や反政府ゲリラである八素地軍に協力する、もしくは協力せざるを得ない住民が多数発生した。他方で日本軍は作戦目的地の占領には成功したものの、戦略的にはあまり利益を受けることができなかったという見方もある。地図上では朝鮮半島の富山から対面鉄道を経て、 日本軍の勢力下にあるビルマのラングーンまで鉄道で往復できることになったが、広大な大陸を点と線で結んだに過ぎず、軽艦鉄道は中国軍のゲリラ的妨害活動を排除して運、やるには長大すぎ、まともに機能しなかった。第22師団と第37師団を主に徒歩でフランス領インド市内転用できた程度であった。また、 アメリカ軍のボーイング B-29 基地の使用阻止も、さらに内陸の廊下港や生徒、港などにも飛行場が作られた上に、大陸脱作戦中の1944年7月には、マリアナ諸島が陥落したことで、日本本土の大半がボーイング B-29 の作戦権となっていた。やむなく続けて、廊下港作戦を実施して飛行場を制圧したものの、 マリアナ諸島が陥落している以上は、今度空襲予防という意味ではほとんど成果はなかったことになる。大本営内部でも、作戦を続ければ、インパールの二の舞になるとして、作戦中止と戦力の太平洋方面への転用を求める声もあった。しかし作戦計画立案者の服部拓リ郎、作戦課長はあくまで作戦続行を主張したため、 大陸奪作戦はその後も継続された。国民党軍の損害は警備ではなかったものの、継戦意欲を完全に失わせるには至らなかった。占領地が広がった河北では八祖寺軍の攻勢に苦しめられることとなる。さらに河の飛行場の制圧を試みた、工作戦は中国軍の勝利に終わり、日本軍は撤退に追い込まれた。大陸奪作戦は、 日中戦争最大の大攻勢、かつ日本陸軍最後の大攻勢であり、これにより国民党軍は大打撃を受けて国境内戦時に影響を受けた。しかし一方でアメリカは小介石に対し内戦回避のため操縦協定締結の仲介も行っている。バーバラ・ W ・タックマンの研究によれば、この作戦の結果は日本側の想像以上にその後の戦況に 重大な影響を及ぼし、かつ、日本の命運にも、決定的な影響を与えたという。それによると、フランクリン・ルーズベルトは、海戦以来一貫して、小海石を強く信頼しかつ支持しており、海路会談の際に、小海石を日本との単独講和で連合国から、脱落しないよう、対日戦争で激励し、期待をかけたが、本作戦により、 小解析の戦線が、そう崩れになったことでその考え方を改めたという。実際、これ以降、小解析が、連合国の重要会議、ヤルタ会談と、ポツダム会談に招かれることはなくなった。スティルウェル文書によると、中国は、勝てるかと述べたルーズベルトに対し、スティルウェルは、小解析を排除するしかないと述べ、1944年の、交尾改戦に際しては、 夜も眠れず、二回も自殺を考えたという。アメリカ側も、小介石の暗殺を計画し、毒殺、航空機事件、自殺に見せかけるという3方法が検討されたが、1944年、ビルマ等の国際状況の変化で中止した。アメリカが想定していた後継者は、孫家だという。ルーズベルトの敗下のジョージ・マーシャル、陸軍参謀総長や、 ジョセフ・スティルウェル将軍が、かねてより主張してきた通り、実は、小解析の軍隊は、軍隊の体をなしていない士気の疎走した、どうしようもない腐敗した組織であり、とても、アメリカをはじめとした、連合国軍と共に戦う意欲もなければ、その能力もないことが、明らかになったのだという。その結果、ルーズベルト大統領は、対日作戦のシナリオを、 従来の中国大陸の航空基地から日本などを爆撃するというものからマッカーサーらが主張した太平洋の島々を逐次占領していくものに転した。そしてもう一つ重要な点は、それまで小解析とその一波にのみ注がれ続けていたアメリカの目を中国のもう一つの勢力、毛沢東指揮下の中国共産党軍に向けさせる効果を持ったことである。 ルーズベルト大統領は、対日無条件降伏を目指す回路宣言に中国を参加させた。ルーズベルトは、蒋介石を挙点として、祭り上げ式を高めさせようとした。この政策は、蒋介石に対する優遇政策に見えるが、中国側にとってはあまりにも過酷な課題であった。当時中国は1942年にビルまで日本軍が延焼ルートが遮断したことで、 アメリカからの軍事物資が空輸によるヒマラヤ越えのみとなって物資不足で戦局が不利でありヨーロッパ戦線や太平洋戦線と違い中国戦線にはアメリカ軍の援軍がいなかったさらにアメリカからの物資が不足していることに蒋介石は不満を募らせていたさらに国民党軍とシナ派遣軍は戦力に圧倒的な差があった中国国民党軍は ドイツ式やアメリカ式の装備と訓練を受けた一部の中央軍、小解析直属の軍の部隊を除けばゲリラと軍閥の寄せ集めのような集団であり、1943年頃に中国は将軍18名、高級将校70名、兵士50万人が日本軍に投降していた。逃亡を防ぐための特戦隊もあった。1945年1月のレドコ路ロの 打ち通しまで、中国側の軍事物資がヒマラヤ合意という利の点を考慮すれば、日本と単独講和で休戦して連合国の戦線から離脱することが蒋介石政権崩壊を防ぐための特策であった。一方、同時期の1943年にイタリアは軍事的な。考慮から数軸国の戦線から離脱し、日独伊三国同盟の一角が崩れた。しかし、英米首脳は？ カ路会談で日本への無条件降伏を目指しており、そのためには中国大陸にいる百万人の日本陸軍を打ち破ってくれる味方の地上軍が必要であり、その役割を蒋介石率いる中国軍に当てはめた。カ路会談で行われた対日戦略はテヘラン会談におけるソ連の役割を無理やりに中国国民党に当てはめたという意味で無理のある戦略が立てられ、また、 中国から日本本土への爆撃計画も行われ、1943年11月に新築空襲が実施された。回路宣言後に、スティルウェルや国務省の外交官からは次に日本軍の攻勢にさらされれば、小解石政権が倒壊させられると危険信号が出された。一方回路宣言を知った日本陸軍は自分たちに無条件降伏を要求した。 小介石に激怒し、小介石の軍隊を粉砕させようと大攻勢を始めた。そもそも小介石自身はスティルウェルによる中国戦線での指揮権と中国軍の抜本的改革に反発したため、大陸脱作戦における中国国民党軍は小介石の指揮下の弱小な軍隊だった。1944年の春、スティルウェルの予告通り国民党軍は 大陸脱作戦で日本軍に大敗してもはや中国は勝てる見込みがなかったがルーズベルトは小解石に日本と単独講和で休戦させず戦争継続となえ半年後に国民党軍が総崩れになってしまうルーズベルトは中国本土から日本への空襲計画を考案したがスティルウェルは空輸による戦略物資の輸送は限界がある上 中国内からの日本本土爆撃は日本軍の猛烈な反撃やさらなる内陸侵攻をもたらし重慶政権が危うくなると反対しておりそれが的中したのであるルーズベルトの提案した中国に日本を無条件降伏をさせる対日戦略と中国大陸からアメリカ軍の日本空襲計画米ソの連合国三拠統に中国を加えることによって 対日戦争での中国の士気を高める四人の警察官構想は彼の認識不足による過大なものであった。彼は劣勢な中国戦線を前日の激励させて士気を高めることによって解決させようとしたのであるが中国は到底米英祖と共に第二次世界大戦を完遂することについていけないことに気がつかなかった。洋党の戦いや沖縄戦で見られるように 日本軍の抵抗は頑強であり、その抵抗ぶりにはアメリカ軍が苦戦を強いられたほどである。それほど頑強な抵抗をする日本軍、品派県軍100万人を中国側が単独で無条件降伏させるようなことはほぼ不可能であった。ルーズベルトがスターリンにソ連軍の対独戦勝後に対日参戦を要請たのは日本を無条件降伏させるために、 アメリカ軍の損害を増やさないためである。余談であるが、ソ連は、自国内に侵攻してきたドイツを、英米の協力の、元をし戻し、無常を健康服させるために、第二次世界大戦で最大の戦死者を出している。1944年の秋頃にようやくルーズベルトは、蒋介石の実力を認識し、対日無条件降伏では、戦争を長期化させるとして、1日でも早く日本を、 降伏させるために、日本への無条件降伏の内容を情報する、方針出した。1945年2月の米英ソの、ヤルタ会談は、中国代表の参加が認められず、ルーズベルトはスターリンに対して、小解析の承諾なしに、ソ連の対日参戦や満州の利権確保を認め、朝鮮の南北分割まで取り決めた。これを伝え聞いた、小解析は、 独自に日中の二カ国間は平行渉である、牧品工作を開始し、ソ連の満州侵入前に戦争を終結させようとした。これには、日本側の小磯国秋首相も賛成、期待していたが、天皇や重臣の支持が得られず逆に、小磯内閣の総辞職を招いた。1945年になっても中国には死な、派遣軍を弱体化させることはできず、 1945年のポツダム宣言受諾の際に品派県軍総司令官の岡村康二は100万の精鋭健在のまま敗戦の重慶軍に無条件降伏するが時はいかなる場合にも絶対に昇伏しえざるところなりと無条件降伏に反対した。しかし実際には工作船や小慶からの撤退船で中国軍に敗北していた。 イタリアは1943年9月に数軸国から脱落したものの日本とドイツは依然として強力な軍隊を保持しておりこの2カ国を無条件降伏させるのは未だ簡単なことではなかった西部戦線ではアメリカイギリスが6月のノルマンディ上陸作戦でフランスを解放しさらに12月のバルジの戦いでもドイツの反撃を抑えたイタリア戦線では6月に ローマが連合国軍の手に落ちていた。独ソ戦でもソ連が反抗に転じて勝利を収め、開戦前の領土を回復しドイツ領内に侵攻した。8月から9月にかけては、ルーマニア、ブルガリア、フィンランドが数軸国から脱落した。ドイツ国内では7月20日事件が発生した。アジア太平洋戦線においては、1943年夏頃までは、 日本軍と連合国軍が一進一退を続けていたが、その後ビルマ方面でインパール作戦以降イギリスが日本に勝利し、マリアナパラオ諸島の戦いやフィリピンの戦いではアメリカが勝利を重ねていた。つまり、1 9 4四年にはヨーロッパでもアジア太平洋でも他の連合国軍が勝ち進んでいる中で中国だけが大陸脱作戦で惨敗しており、連合国の中で 戦局は最も悲惨であった。中国を強く信頼していたルーズベルトに対し、チャーチルは中国の戦闘能力の低さを、スターリンは中国の戦争貢献の少なさを指摘している。ビルマ戦線では、スティルウェルの指揮のもと再建された中国軍が、ミートキーナの戦いやヘシャゲモウ、統一の戦いで日本軍に勝利を収めたが、それらの部隊が中国本土に転戦するのは、 日本軍の敗色が濃くった1945年になってからである。本作戦は太平洋戦争末期の日本軍の敗色濃厚な戦局の中で唯一のまともな大勝利を収め、この期間の大本営発表とそれに伴うマスコミの報道は中国戦線での勝利の発表で埋め尽くされた。1944年9月の大本営発表に至っては、 内容の約7割が中国戦線の動向の発表だった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。